時は中世。開拓地とや当番族の戦いは激しさを増すばかり。終わりの見えぬ戦い。積み上がるのは死者の数と悲しみ、そして互いへの憎しみ。業を煮やした野党はついに投石機を持ち出し、開拓地に対する苛烈な攻撃を開始した。その威力は凄まじく、防壁も家もたやすく粉砕し、もはや逃れる場所はどこにもないと思われた。しかしこの地に集う開拓者たちは諦めという言葉を知らぬ。地上がダメなら地下があるじゃない。その言葉を胸に暗い地下に足を踏み入れる。暗く冷たい地下で懸命に横を引き、地を振るう。己の居場所は自分自身で作るしかない。たとえそれがいかに不快な場所であろうとも。生きるための戦いを投げ出すことはできない。その一心で開拓者たちは地下に己の城を築き上げる。地上でどれほど野党蛮族が跋扈しようとも、決して及ばぬ場所がここにあるのだ。暗く冷たい地下を我らの楽園に変えるため、今日も開拓者たちは土を掘り続ける。地下室は落ち着くんごねー。もうここだけでいいんじゃないかな。皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ゴーイングメディバル、実況始めます。現在夏の5日目、暑さも本格的になってきました。まあ暑いって言ってもめったに30度超えることもないし、高温多湿の日本の夏に比べやぬるいぬるい。逆に冬は零下20度以上に下がりますけどね。このあたりの肌感覚の違いは確かに国の違いを感じるのよね。まあ今年は地下の作業が結構多くなる予定ですから、夏にせよ冬にせよ気温に苦しむことは少なくなると思います。地下の方が気温は安定してるのよね。極端な高温低温にならないという意味ではそうですね。今年は地下の作業がメインだって話だけど、それってやっぱりシェルターのことなの。そうですね。寝室とキッチンのスペースは確保できましたから、次は醸造所と大広間ですかね。日常生活に近い部分からスペースを確保する予定です。そうしないと途端に満足度が下がっちゃうからね。現在はキッチンの奥に大広間のスペースを掘削中です。それが終われば醸造所ですね。どんどん地下施設が拡張していくのね。内装についても並行して進めていきましょう。先ほどシェルターの話をした矢先ではありますが、その前に投石機対策を優先したいと思います。その点は異議なしなんだけどさ、壁を高くするのとは別の方法を試すって言ってたじゃない？一体どうするつもりなのさ。とりあえず設計を済ませてしまいますので、説明はその後にしましょうか。まだ設計中ですが、大体意図は伝わりますよね。そうね、確かにアグレッシブなのよ。そして呆れるほどシンプルなのよ。要は野党が投石機を使ってくるなら、そいつをぶっ殺しちゃえばいいじゃないってことなんでしょ。車種がいなければ投石機もただのガラクタですから、要はクロスボウが届く距離まで橋を架ければいいのではないかと。少なくとも防壁を高くするよりは安いコストで済みますから。すっごく直接的かつ頭の悪いアイデアだけど、野党相手ならなんとなく通じそうな口に。投石機を使われた時に確認したのですが、車種は一人で投石機を操作していまして、周りに護衛の一人もつけていないんですね。残りの連中は扉やら薪の山やらに夢中だからね。だったらその一人をスナイプできれば投石機貫通じゃね。という思いつきでこの栄光への架け橋作戦を思いつきました。作戦名まで偏差値低めなのね。実はもともとはもっと頭の悪い作戦を考えていまして。聞かせてくれたまへよ。車種がいなければ投石機で攻撃をできないわけです。その通りね。だったら投石機を壁で囲めば投石機を操作できないんじゃね。頭が悪いというか演出ね。彼ら壁を攻撃するという発想がない残念な方々なので、正直いけるんじゃないかと思ったのですが。でも断念したのね。実は投石機の場所が画面端で建築不可エリアでして。初手からダメじゃないの。ですので作戦変更してこの橋を作っている次第です。怖いのは敵の旧兵、とりわけヘビークロスボウの攻撃なので、念のため強壁もつけておきます。なんというか、この作戦うまくいってほしいようなそうでないような。この程度のアイデアで投石機が無力化できれば万々歳です。効果のほどは襲撃の際に確認ですね。そして夏に入っても続きます研究のお時間です。
もう研究で何アンロックしたか説明省くんじゃなかったっけ。この先使わない研究についてはそのつもりですが、今回アンロックするのは一応使う予定がありますので、アンロックするのはこちら、カグニです。これで今使っているものより上質なテーブルがクラフトできます。ちょっとオシャンティーなテーブルになるってわけなのね。で、その効果はいかほどなの。さあ、じゃないでしょ。もっと、こう、なんかないの。機嫌が良くなるとか食べるスピードが速くなるとかさ。オシャンティーなテーブルで見た目が良くなるんじゃないですか。つまり特段効果はないってことなのね。今のところは普通のテーブルとの違いは確認できていませんね。しかしせっかく用意されているのですから、今後部屋を作るときにはこのオシャンティーなテーブルにしようと思いまして。使うって言っても自分のクラフト欲満たすためじゃないのさ。大事なことです。まあ他に飛んなきゃいけない研究があるわけじゃないし、好きにすればいいんじゃないの。お披露目は地下の大広間を作るときですかね。しかしいいペースで研究が進んでるのね。やはり二人千人の効果は大きいですね。できれば今年中にはツリーをコンプしてしまいたいものです。そうすれば二人分の作業を他に回せるからね。レクター博士とエイケンさんには追い込みを頑張ってもらいましょう。透析機に対抗するための栄光への架け橋も間もなく完成です。思った以上に透析機の真ん前で草生えるのよ。敵に救兵さえいなければこちらには手を出せない場所ですからね。だったら至近距離から鉛玉をくれてやろうというわけです。クロスボウだから鉛玉じゃないけどね。絶対安全な場所から一方的に敵を蹂躙する、これこそが輸液というものですよ。まあそううまくいけばいいけどね。正直なところ透析機の射手は倒してしまわなくても良いのです。野党が撤退するまでの間牽制、つまり嫌がらせの攻撃をして透析機を発射できないようにするだけでもこと足ります。嫌がらせ、いいじゃない、いいじゃない、嫌いじゃないのよそういうの。思った以上に建設が早く終わりましたので、次の襲撃ではぜひ試してみたいものです。夏の7日目牛蜜時だから22時ですってば。今回のお友達はエイケンくん、時々カニバリストに間違われがちな野心家の修道士36歳。ちなみにパークは酸性を嫌がる優雅と暑さに強いの2つです。我がコロニーでは国民開閉、修道士でも武器を取ってもらうのよ。ってことで戦う宗教家といえばこれ以外はありえないでしょ。アンデルセン神父、エイメーン。一応乗ってはみましたが、野心家ということであれば同じ作品つながりで、マクスウェル市長の方が適切では。ふざけるな、俺は市長じゃない、大市長だ、アルキエピスコブスなんだ、みたいな。まあマクスウェル君もなかなかの逸材だけど、やはり若元ボイスの魅力には格子がたく。さいですか。しかしこの頃に教会が2件あることからもわかりますが、宗教が2つに分かれてるんですよね。ちなみに名前は万人救済主義の教会とカシノキの同胞です。神父はどちら側になるんでしょうね。そりゃもちろん再再臨の教会じゃないの。確かにお似合いですが、それ敵ですから。まあコロニー内では宗教を超えて仲良くやってもらうとして、宗教どころか宗派違いすら許しそうにないんですが、アンデルセン神父にはレクター博士と研究ツリーのコンプに邁進してもらって、その後はまあいい感じに引き続き頑張ってもらうのよ。そしてまだまだ続く地下の拡張。ここって地下1階だけどまたシェルター計画なの？いえ、今回の拡張は普通に倉庫です。服や帽子を作るために朝の畑を増やしたのですが、ちょっと今の倉庫に収まりきれなくなりまして、相変わらず在庫がなかなか減らない薬草用に別の倉庫を作ることにしました。今年は畑も潰しちゃって薬草作ってないんだけど、それでも減らないのね。一時期は在庫が1000を超えていましたが、現在は700ほどです。減ってはいるのですが、今度はそれ以上に朝が豊作でして、研究用の本も別の倉庫に移したのにまだスペースが足りないのね。本については研究が終わればこれ以上は増えませんけどね。でもまあ倉庫も物によって保管場所を分けるようにしたから、何がどこにあるのかはよくわかるようになったじゃないの。以前は食料以外を全部詰め込んだお部屋状態でしたからね。地下1階はやや温度が安定しないので、今後も食料以外の資材倉庫として拡張継続ですね。これから鎧とかも作ることだしね。と言ってるそばから夏の襲撃、再再臨の教会が相手です。アンデルセン神父の元職場じゃん。お似合いですけど違いますからね。敵は14名、北西方面からの攻撃です。またちょっと数が増えてるみたいなのよ。敵の構成を確認しましょう。見たところ旧兵が多いですね。ヘビークロスボウ持ちが3人、それ以外にロングボウ持ちも数人いるようです。敵さんの装備もだんだん本気度マシマシになってきたのよ。お堀が完成して最初の戦いです。気を引き締めて臨みましょう。
敵の位置から推測すると、侵入経路はおそらく北側になるでしょう。相手にヘビークロスボウ持ちがいる点がいささか不安ではありますが、今回もクロスボウ隊中心に迎撃します。東方のヘビークロスボウ持ちの世界の矢沢、うっかり八兵衛の2名については、縄文に陣取りクロスボウ隊が撃ち漏らした敵を担当してもらいましょう。お堀の効果は前回の襲撃で証明済みだから、今回も楽々勝利といきたいものなのよ。総員配置完了。そして敵の攻撃開始です。敵の戦闘がクロスボウの射程に入ります。ワンダウン。そして敵の球兵は歩兵と分かれて我々の左前方一段低い場所に陣取るようです。愚かなり、古来より遠距離戦は交渉取った者が勝つのよ。エイペックスでもフォトナでもそうと相場が決まってるのよ。やったことないけど、所詮はただの野党？この勝負もろたで駆動。ただあの場所はこちら側の車線も通りにくいですね。厄介な場所に陣取られました。勝利です。今回も扉に近づかせずの勝利。いいじゃないいいじゃない。やっぱお堀を作った甲斐はあったってことなのね。敵の侵入経路を限定するだけで防衛がかなりやりやすくなりましたね。しかし敵のヘビークロスボウの攻撃でこちらも常夜武器とアリアンナ女子が負傷。そこまで深手ではありませんが何せ相手はヘビークロスボウ。ヘッドショットでも食らえば大ダメージは免れません。前回も攻撃食らってたの常夜武器だったじゃない。低体温症で死にかけた時もあったし、不幸な星の元に生まれちゃったみたいなのよ。ハードラックとダンスっちまってますね常夜武器。防衛自体は安定してきましたが、ヘビークロスボウ相手の事故が怖いですから、プレート鎧の作成を急がねばなりませんね。またまた悪役令状に期待するところ大なのね。野党の襲撃に邪魔されてしまいましたが、薬草用の地下倉庫に使うスペースも間もなく掘削完了です。あとは梁と床を張れば倉庫としては完成ですね。薬草だけのために結構広めの倉庫にしたのね。今は生産停止状態ですがまた栽培を再開するとなれば、この程度の広さはすぐに埋まってしまうでしょうね。どうにも生産と消費のバランスが取りにくいのです薬草は。一応ご飯の材料に使ってるからそれなりに消費してるんだけどね。まあしばらくはこの広さで賄えるでしょう。そして防衛と地下の拡張に邁進している間に、悪役令状が最初の鋼のプレート鎧を完成しました。等級は優秀となかなかの一品、最初からこれなら期待できますね。やるじゃん悪役令状。機械の部品のために家事スキルを20に上げてからも、武器の解体や鋳造を続けてスキルアップを怠らず、今や家事スキルは30を超えていますからね。これから鎧を作ってけばさらに職人として磨きがかかりそうなのよ。鎧の次は頭防具もありますから先は長いですね。そのあたりは藤子ちゃんと分担しながらってところかしらね。ただ作業台を複数用意しても、個人にそれを割り当てることはできないんですよね。今の縫製作業台がそうなのですが、スキルの高いエッちゃんに服を、修行中の藤子ちゃんに帽子を作ってもらいたいのですが、いつの間にか藤子ちゃんがエッちゃんの工房で服を塗ってるんですよね。師匠が弟子に母屋乗っ取られてるのくさ。武具作業台についても増設すれば同じことが起きるでしょうから、できれば作業台に個人を割り当てる機能が欲しいところですね。でないと悪役令状も藤子ちゃんに工房乗っ取られて泣いちゃうからね。エッちゃんみたく。藤子ちゃんの家事スキルはそこそこ高いですからそれはそれでも構いませんけどね。地下2階の第2キッチンも内装工事開始です。今日明日中には完成しそうですね。第2キッチンはコンロが3台もあるのね。本当は今の家のキッチンもコンロを増設したかったのですが、スペースに余裕がなくて断念しましたので。コンロってそんなに必要なんだっけ？普段の食事を作るだけなら2台で十分なのですが、さらに弁当や漬物など保存食を作ろうとするとやはりキャパ不足が否めませんね。地下施設はあくまでシェルターとして緊急時に使う想定ではありますが、ことキッチンについては完成後即保存食工場として稼働開始予定です。なんかシェルターの方が設備が整ってる気がするのよ。コンロもレンガ製の一番いいものにしましたからね。地下であることに目をつぶればこちらの方が快適でしょう。そのうちみんな地下にたむろすることにならしないかしら。半分そうなりつつありますね。最近は地下の作業が増えてきたせいでしょうか。夜寝るときも地下の寝室を使うメンバーの数が増えてきてるんですよね。地下に大広間作ったらますますそうなりそうなのよ。地上班と地下班にメンバーが分かれそうですね。それでは夏も終わりの12日目、目前に迫る秋の気配も感じられない地下の作業風景を眺めつつ、今回はここまでとしましょう。ご視聴ありがとうございました。